1956年5月2日、大冠式における、マヘンドラ王と、ラトナ王妃、ラトナラージャ、ラクシミーデビーは、ネパール王国の、第9代君主マヘンドラビールビクラムシャ派の王妃。1928年8月19日、ラナ家の一員ハリシャムシェルジャンガバハドルラナの娘として、生まれた。ラトナは、サンスクリット語で宝石を意味する。 1952年12月10日、ネパールを大使、マヘンドラビールビクラムシャハとナーガールジュンで結婚した。マヘンドラの最初の妻、姉のインドラが没した2年後のことである。1955年、マヘンドラの父トリブバン王が崩御したことに伴い、王妃となった。1972年、マヘンドラ王の崩御により、ママコであるビレンドラが即位、王太合となった。 2001年6月1日の夜、ネパール王族殺害事件が起こった際、ラトナ王大号は義枚であるヘレンシャ派と共に控室にいて難を逃れた。二人の女性は銃声を聞いたが、それほど深刻に受け止めていなかった。数分後、パラス王子が部屋に来て、リペンドラ王大使が王を含む全員に向けて銃を撃ったと伝えた。ネパールの王政は、ネパール政権議会により、 2008年に廃止された。ギャネンドラ元国王をはじめとする王族が、ナラヤンヒティ王宮を去ったが、ラトナ王大号はそのまま宮殿内に住むことを許された。2016年の時点、ナラヤンヒティ王宮敷地内にあるマヘンドラマンジルに居住している。ありがとうございます。